12個のクッキーを3人で割る答えはいくつ？4個ずつですね。でも 0.5 人で割ったらどうなります？12÷0.5、 これは何だろう？文章用意したら 0.5 分の12、でもよくわからない。12を 0.5 で分ける 0.5 人なんていませんよね。だから発想の転換が必要だ。約分使いましょう。約分って分子分母を2で割って、そうすると1分の2になって答えが2で出てくるってありましたよね。これ何をしてるのかっていうと、分母を1にする、実はこれが約分のモチベーションなんです。これを見ていけば 0.5 分の12、この分母を1にしたくありません？ってことはこれを2倍しましょう。分子も同じように2倍、よって1分の24だから24。つまり人数で分けるという発想から割り算解き放ちましょう。そうじゃないんです。分母を1にするというモチベーションで割り算見ていくと全く違う割り算の世界が見えてきます。